皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。今回は例年と比べてちょっと変わった四季の流れとともにあった2023年の養蜂シーズンを振り返ってみましょう。そして最後にそこから何が見えてくるかを考えてみましょう。蜂は花から蜜を集め、また花の流蜜は気象の影響を受けますから、まずこの地の今年の天候を概観することから始めてみましょう。青色の線で示してあるこの地の月別の平均気温は1、2月こそ平年並みの低さでしたが、3月以降は一貫してオレンジ色の平年を上回っていました。特に6月から9月の夏から秋にかけての気温が高くて、この地の気象も地球沸騰化時代の例に漏れてはいませんでした。次に月別の降水量を見てみると、青色の線の今年は春と秋にオレンジ色の平年を上回っていました。しかし5月から8月の夏場には今年の雨量は平年をかなり下回っていました。この図はこの経営の年別月別の蜜の生産量を直近3年間について見たものです。折れ線が3本ありますが、一つ一つの線がある特定の月の蜜の生産量が3年間にどのように推移したかを示しています。縦軸は実数ではなくて取れた蜜の重量を2021年の数値を基準にしながら指数化してあります。また蜜の生産量は1群あたりで見ています。つまり総生産量を群数で割っています。この図を見ると一番右側の2023年には青色とオレンジ色の6、7月に過去2年間と比べて素晴らしく多い蜜が取れたことがわかります。これはクローバーの開花時期です。2023年はクローバー蜜の生産量が大変に多かったのです。しかし6月と7月とでは状況が異なることもまたわかります。青色の6月には2021年との比較で言うと2023年には 3.5 倍もの蜜が取れています。ところがオレンジ色の7月になると2023年の蜜の生産量は2021年の2倍になっています。依然として2023年の蜜の生産量は大変に多いのですが、他の年を上回る程度が6月から7月へと夏に向かって季節が進むに従って減っているのです。そして灰色の折れ線で示してある8月になると、この時期の主な蜜源植物はすでに黄斑根草に変わっているのですが、2023年の他の年に対する優位はもはやなくなってしまいます。2023年8月の生産量は2021年8月の生産量とほぼ同じです。ところでこのように言うと2023年の8月の蜜の生産量は6、7月と比べて少なかったのではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。しかしそうではないのです。この図に示してあるように蜜の生産量は6月から7月、そして7月から8月へと季節が進むに従ってだんだんと多くなってゆきます。これは一つには春から夏にかけて働き蜂の数が多くなっていくからです。また暖かくなるとともに花の流蜜量も増えているようです。2023年の6月と7月の生産量が他の年と比べて著しく多かったのは、一つは温暖な気象条件の下で春の蜂の個体数の増加が急ピッチで進んだからです。また恵まれた気象条件の下でクローバーの流蜜量も多かったようです。8月になって2023年の生産量が平年並みになっているのは、この頃になると1群あたりの個体数がいずれの年でもすでに飽和状態になっているということがあるでしょう。つまり8月頃になると1群あたりの働き手の数に年によるばらつきがなくなるのです。また今年の夏は確かに暑い夏で、このことが黄斑根草の流蜜を後押ししていたと思われますが、その一方で例年と比べて雨量が少なく、このことは逆に黄斑根草の流蜜の足かせとなっていたようです。以上述べた3つの要因、つまり個体数、気温、雨量が重なり合うことによって8月の生産量は減
平年並みに落ち着いたようです。さて、ここまで概略で説明してきた春から夏にかけての動きを、ここからは少し映像で確認してみることにしましょう。6月はクローバーの時期です。蜜蜂が盛んに放火していました。この月の蜜の生産量は、先ほど述べたように他の年の同月を大きく上回るものでした。しかし7月下旬ともなると、クローバーの花の勢いに陰りが見られるようになります。その一方で、黄斑ゴンソウが陽気な黄色い花を咲かせ始めます。この頃に巣門付近にビーガードを設置しました。これは同時にオオスズメバチの侵略行動が気になり始める時期でもあるからです。7月にも他の年を大きく上回る採蜜量があった背景には、女王蜂が温暖な天候に促されて旺盛な産卵を行ったことがあります。さらに育児も順調に行われて、蜜を集める働き手の数がどんどんと増えていったのです。8月です。黄斑ゴンソウが開花の最盛期を迎えています。しかし8月1日に採蜜を行ってからすでに10日間が経ったというのに、蜜があまり溜まっていません。この間は雨がほとんど降っておらず、そのことが黄斑ゴンソウの流蜜量の少なさに強く影響したようです。最寄りのアメダス観測所のデータによると、この10日間の降水量は 11.5mm しかありませんでした。これは前年の 182mm と比べるとかなり少ないですし、また前々年の 33mm と比べても少ないです。ただし、異変はこの時に始まったわけではありません。黄斑ゴンソウの花が咲き始めた7月には、すでに雨の量は平年と比べてかなり少なかったので、8月1日の採蜜の時にも異変が現れていました。もっとも、8月1日の異変は取れた蜜の量ではなくて質の面で顕著でした。このように非常に色の濃い蜜が取れたのです。これは黄斑ゴンソウ蜜や、この時期に取れることが期待されるシナノキ蜜の淡い色とは全く異なるものです。左側が今年取れた黄斑ゴンソウ蜜です。右側は8月1日に取れた謎の蜜です。これらはほぼ同じ場所に置いて撮影した2枚の写真なので、蜜の色の違いは室内の光線の状態によるものではありません。蜜そのものの色がこのように異なるのです。なお、シナノキ蜜の色は黄斑ゴンソウ蜜よりもさらに淡い色をしています。今年はシナノキ蜜は全く取れませんでした。ここにも少雨の影響を見て取ることができるのかもしれませんが、そもそも木本植物には蜜をほとんど取ることのできない裏の年があります。今年のシナノキはその裏年であった可能性があります。右側の謎の蜜の味ですが、コクのある素晴らしいものでした。その後、お盆のあたりに 60mm 程度のややまとまった雨が降ったこともあって、8月末の今年最後の採蜜の折には多くの黄斑ゴンソウ蜜を得ることができました。先ほど見た今年の8月の蜜の生産量は平年並みという結果は、このように月の前半の蜜が全然集まらなかった時期と、月の後半の蜜が豊富に取れた時期とが合わさった結果なのです。この時期になると、オオスズメバチの潮量が激化してきました。秋になると、オオスズメバチのコロニーでは働き蜂の個体数が増えてきます。また新女王蜂とオス蜂の繁殖カーストを生み出すために多量の餌が必要になります。そのため、ミツバチの巣の中にある幼虫や蜜を狙って集団を組んで侵略行動をするようになるのですが、今年の襲撃の頻度はいつになく高かったようです。温暖な気象条件はオオスズメバチのコロニーの拡大をももたらし、そのことが食物の必要性の高まりと、そしてそれと同時にその必要性を満たすための攻撃の手段をも、働き蜂の兵員の増加という形で与えているようです。9月中旬です。草原は依然として黄斑ゴンソウの黄色によって染められています。この経営ではこれ以降の採蜜は行っていませんから、蜂がどれほどの蜜を集めたかは
正確にはわかりません。これ以降に集められた蜜は、そのほとんどが、蜂が越冬している最中に発熱するための餌として使われることになります。この頃になると、オオスズメバチによる養蜂場への襲撃が、さらに一段と激しいものになってきました。なお、この映像は、ケブカスズメバチです。オオスズメバチは組織的な行動を取る点で他のスズメバチとは異なり、そのため非常に厄介です。今年は、オオスズメバチによる大量殺戮が初めて発生したため、見かねた経営主は、このように、巣箱の前半分をネットで覆って保護しました。このネットは、オオスズメバチ対策としては十分に効果的であったようです。ネットを設置してからは、数頭のオオスズメバチ集団による、組織的な侵略の試みは見られなくなりました。先ほど、最後の採蜜以降の、蜂が秋に集めた蜜の量は、正確にはわからないと申し上げました。しかし、9月下旬の内見の時点では、非常に順調に蜜が集まっていることが確認されました。そのため、この経営では、例年行っている越冬用の砂糖水の給仕を、今年は行わないことに決断しました。つまり、蜂が自分たちで集めた蜜だけを持たせて越冬させることにしたのです。これは例年にないことであり、今年の秋の蜜の集まり方が、いかに順調であったかを示しています。秋の主な蜜源植物である友禅菊が、温暖な天候の下で、太く、流蜜しているからです。そして、花から蜜を集めてくる、働き蜂の労働力も豊富です。ここにも温暖な天候が作用していることは、ここまで述べてきたことです。そして、11月8日の立冬の日です。この日に、今シーズン最後の内見を行いました。越冬に入る際には、巣板あたりの個体数と貯蜜量を、なるべく高めていなくてはいけません。この目的を実現するための巣板の再編を、最後の採蜜の時から、徐々に行ってきました。今回の最後の内見では、巣板の再編の仕上げを行っています。そして、それぞれの越冬用巣箱に、蜂と蜜がびっしりと埋まった巣板が、少なくとも数枚は収められている、という状態に、最終的に持っていっています。シーズンの締めくくりとして、11月22日に、越冬のための包装作業を行いました。この日の日中の最高気温は13度もあり、平年のこの地のこの時期の最高気温を6度も上回る暖かい日でした。放送中に、陽気に誘われて蜂たちが次から次と巣箱の外に出てきて、異例の賑やかな越冬初日となりました。さて、ここまで2023年のシーズンを痛感してきましたが、ここから一体何が見えてくるのでしょうか。それは、温暖な気象条件が、北国の養蜂の生産力を高めているということです。このことは、春の牽制と秋の越冬準備の時期にとりわけ顕著でした。その一方で、夏には、少雨にたたられ、また1群あたりの蜂の数が飽和状態に達していたこともあり、平年並みの生産力水準にとどまっていました。春の温暖な気象は養蜂家によって十分に活用されており、実際、クローバー蜜の生産量の高まりに結果していました。しかし、秋の友禅菊蜜の生産力の高揚は、蜂の越冬用飼料が一部砂糖水から全て蜂蜜に転換する点に結果しているに過ぎません。これを人間が取り込む形に持っていくことが、次年度に向けたこの経営を経済活動として見た場合の課題になるでしょう。なお、このように言っているからといって、私は温暖化の進行を肯定しているわけではありません。ただ、私たちは今後、この問題と何十年、いや、おそらくは100年単位で付き合っていかなくてはならないのでしょうから、温暖化の進行をどのように活用していくかという視点が、一方では求められているのだと思います。そしてこれは、ミツバチが私たちに身をもって教えてくれていることなのです。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。なお、
この動画では蜂蜜生産量の動きに注目しながら今シーズンを振り返りましたが、シーズン中にはその他にも様々なことがありました。それらについては過去の動画をご覧ください。また登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。